曲は、いつもお世話になってる、楽器屋さんの店員さんで、女性の人なんですけども、すごい元気で明るい人なんですけど、その人の、ことを思って、自分が曲を作って、で、工藤さんにアレンジをしてもらって、作りました。その曲が、スタンドツリー